はい、皆さんこんにちは。はい、今回ね、こちらチャンネルではちょっとね、はい、現実にあった問題のことを話をしたんですよ。ね、そう、どんなことかっていうと、まあ、あの日本行きはもうすぐなんでね、あと3週間切っちゃったんですから、ね、2週間今日なんで、そのことについて、ね、いろいろやりました、はい、そうしたらですね、実はね、ミクシーとあとなんかの一般のニュースかな、あの朝かなんかわかんない、まあ、デジタルのニュースかなんかで、ピッキングツールを持ってる米軍兵が逮捕されたってあったって空港で、それこれやばいじゃん、ね、でね、あのアメリカでは全然違法じゃないんだけど、日本の法律もよく分かんなくて、でマジャンっていうのはほらロックピックのツールってのは持ってるのが当たり前だったり、例えばあのどっから手に入れたんだろうね、いや日本でも売ってたんだろうかって、であとシガレットするとかさ、こういうのあがるから使わなきゃいけないよね、だからアメリカのこういうのが当たり前、アメリカで当たり前のことが日本ではまだ当たり前でなってないっていうことがいっぱいあるんだな、で、正直言って俺なんかテレビでさ、山田邦子の番組とか高橋宏樹の相談なんてさ、もう堂々と動画でロックピッキングの最中のさ、手元まで映してるんだよ、だから知らない間に最近そうなったのかなと思ったのね、まあね、まあ今時間になっちゃったらポジルがチャンネル言うの忘れたけど、まあいいやね、でそんなことも含めてね、あの考えちゃってさ、どうしようで、俺だったらいつもさ、例えば持ち込んじゃいけないレーザーポインターとかさ、持ち込んでるんだよ、酸素ボンベも持ってたもんね、酸素ボンベ持ってるの、だからレーザーポインターも相当いけないんだろうけど、関係ないんだけど、今回ミュウちゃんと一緒に帰国なんで、俺の持ってる雪面フォースがさ使えないから、だからこれ下手なことでね、ビザの更新まで入ってるからトラブルで嫌だなっていうんで、輸送しました、ね、で郵送ってさ、こっちの方ってなかなか難しくてさ、難しい、でいろんなところできるんだよね、で、ちょっと教えてほしいんだこれはね、UPS と USPS ってどう違うの、似てるけどね、どっちの方が郵便局なの、郵便局は USPS で、ユナイテッドステイツポスタルオフィスだから、ね、で UPS の略は、 UPS は何だろうな、でも違うカンパニーです、あれ茶色いトラックで来て、茶色い制服着て、なんか違う宅急便みたいな、でっかい茶色いで UPS 来るよね、USPS は、USPS はだからユナイテッドステイツポスタルオフィスで、どんなあの車で来るの、あの白っぽいやつで、あのポストオフィスの車で、なんだっけ、白地に赤い線と青い線でなんか柄が書いてあるやつで、まあそれでね、あの、いろいろ考えたんだよね、で、あの、まあ、あのフェデックスっていうすごく優秀なのもあって、3日で届くってもあるんだけど、宅急便がね、でよくわかんないんだけど、普通の郵便局の国際郵便で送りました、でこれの金額がね、1パック箱付き、保険付き、トラッキング付きで6日から10日で付くやつで、70ドルちょっとかな、そう、一律70ドルというか、あれ便利だね、郵便局のね箱はね、なんていうの、特別なやつがあって、この箱に収まればグラムとか重さ関係なく、あのその値段ですよって一律の箱がいくつかあって、だから時にはね、そっちの方が得な場合があって、私前 ね、シッピングで、ほらあの、なんだっけ、カンザス州のマジックショップにリングを送ったりした時に、なんか箱がちっちゃい方がいいのかなと思って、あれと関係ない普通の箱で詰め込んだら結構重くて、それより値段がいっちゃって、ただあの規定の箱だと重さとか測んないね、その規制に入ってればその値段が一律だから、そっちの方が逆にいい、安いく上がる可能性が、でいっぱい送るんだったらそれに入ればそっちの方がいいという、で何がポジネガかっていうと、簡単に言うと、どうやって運ぶのが一番ベストかってことを考えたいんだよ、やっぱ手運びが楽なんだけど、重いし、いろんなことがあった時に、 その140ドルっていうのはポジティブに考えていいのか、それとネガティブなのかってことだな、難しいところね、まあでもね、140ドルって1万5000円以上だから、確かに高いんだけど、安全についてくればね、保険付きだし、ね、あの捕まっちゃったらね、逮捕されてたら、それはね、そうだから俺ね、そんな経験ないんだけど、逮捕までさ、でも結構俺ってさ、持ってきてるもんで危険なものがあって、昔弾薬をさ持ち込みそうになっちゃって、銃弾、いやいや間違ってさ、大丈夫だった、いやもう持ち込まなかった、さすがに、だけどそういうものもあるから、で結局結論から言うとさ、あの悪い言い方をすると、俺ってそもそも昔ね、あのそういう税関かなんかで持ち込んじゃいけないもんいっぱい持ち込んでんだよ、よく考えれば、例えばあと免税で持ち込んじゃうとか、そういうのもいっぱいあったから、まあ、いやこれでね、まあいいのかなって、一番すごいの酸素ボンベだよね、酸素ボンベすごかったね、あれが一番すごい、よく手持ちで持ち込んだって、あとまあ、えなさんさ、あとはアンドリーの蝶々も、アンドリーの蝶々すごいよ、本当に、だから飛行機ってね、実は緩くて、あの一回俺さ、あのダグヘニングのね、要するにあの水の中で固まる砂、例の、ね、
あれをあの持ち込もうとした瞬間にヒンズーサンドなんだけど、ロサンゼルスの空港で引っかかっちゃってホールドアップ受けたことある。ホールドアップだから捨てていいよって、いや俺好きにするって言ったらバカ野郎ふざけんじゃないって言われて、まさにそういうふうに言われて、これが爆発しないって証拠はどこにあるんだって。爆発しない、スーパーバイザーが来て調べるからってマジックのヒンズーで結局持ち込めなかった。で、その砂どうなったの。いや大丈夫だけど破棄で。そっか、だからね難しいんだよね、もう本当に。あと酸素ボンベ自体もあの車あのスーツケースの中に入れちゃダメなんだよね。理由簡単だよね、よほどのじゃないけど。だからさ、洗面用具なんかとしては1個ぐらい入れるのは分かんないんだけど、3本とか4本とか大量に入れるのはなかなか難しくて、すっごい理由簡単でしょ。どう考えたってあれ爆発する可能性あるし、爆弾みたいに見えるじゃん、そうなの。だからどうしたかって手持ちで入れたんだよね。まあ、手持ちで言った話は何度もしたけど、あの、まあ、これはもう簡単な話で、横で騒ぎを起こして、そしてその間に、あの、なんだろう、X-ray の上を見つけて。大丈夫って心配するようにして、大騒ぎを起こすのよ。今度は小林恵子に、の、登場権を隠して、小林恵子がパニックの、あ、だめだ、バカねえとか騒ぎになって、だって本当に入ってるはずなんだよって思いで。もう大騒ぎになったところをアンドリューと。で、アンドリューが俺に、すごいね、柳田は、すごいな。俺そんなことね、とんでもないことできないよって言った瞬間に、手に蝶々パームしてたのかしら。だからね、例えば俺さ、あの、ナウユーシービーね、グランドイリュージョンなんかでやってるあの、大仕掛けみたいなものは、もっと、そそくさってやっちゃうと、いくらでも持ち込めんだよ、本当にね、あれは分かるし、あと、ちょっと持っててくださいなんて手もあるしね。だから財布の中に何か入れててちょっとまだ酸素ボンベはね、そうはいかなかったな、本当に普通に置くしかない、ね、だってもうこれ、ね、大きいもんでしょ。そう、もう置くしかない。で、あの機内でシュー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 やっちゃうんだけど俺。大丈夫だったの、まあ、乗っちゃえば大丈夫、やりようがないな、そんなもんさ。通すものと通さないもの分けて、だから X で通すときにもうおかしいんだよ、酸素ボンベだけバンと出してここに置いて X でこう通してっつって、それで騒ぎが起きたなって時ね、そういう時にあ、ちょっと待ってってこうやってちょっと待って、じゃあ通しておいてくださいって言って、どうしたの、ないの、よく探したの、じゃあ先入ってから困ったら俺が何とかしてやるからって、そこにこうやって入ってって、その後で大丈夫って言って、こんな感じですね。あれもね、何の話してんだから、郵送、本当ね。まあだからもう本当にさ、あの、日本って悪い制度があってさ、ちゃんと正々堂々でやっても疑われるわけ、税金でも何でも。まともに税金を申告すると、こんなまともにする人いないから怪しいとかね。うちの人それでもすごく怒ってたんだけど。正々堂々とやってる方が損しちゃうというね。そうだから俺さ、例えばもう変な話だけど、イリュージョンを入れた時巨大なイリュージョンなんだけど、あれ結局さ2000ドルまでは無課税になること分かってたから、要するに別にいくらで売った買ったって関係ないから、結局それをさ向こうで作ってもらって、ね、いくらっていうのをさ、それで安くね、それでそれを持って免税に堂々と並んだ、免税に郵送したらとんでもないから金額になってだろうね、だから免税に堂々と並んだら、いやこっちじゃないですよ、いやなんで、いやこっちでいいんだよって免税で、でみんなね、その空港職員に頼んじゃって、持ってってもらって、重いから持ってないし足が悪いからね、お願いしますとか言って、それでみんな売って、あの課税の方に行くんですか、免税ですよって言って、だってこれさ、あの中古で買っていくらなんだか全然課税じゃないでしょって言って、何なんですかって言うの、これはイリュージョンですって、その時ね俺まだね、あのビザがあれじゃなかったから、何に使うんですかって言ったから、いやこれは僕がマジックを趣味やってるから、趣味としてお土産で仕事で使うんですかって言うから、いや趣味ですよって言ったの、仕事だと税金取られてもまたあるからね、なんでこんなもんだって安いんですよ、買わなきゃ損でしょ、これで通った、すごいなフォース、そう今はね俺はほらあの大腕ビザでビジネスやるからいいけど、ね、当時はそうでもなくて何度目から金取ろうとしたの、そうだね、もうすごいよ、もう4ついな、だから忍者リングなんかもさ、オーストラリア入れた時はいろいろあってさ、結局アメリカ行った時は忍者リングのパフォーマンスとしてこれがそういうもんだって見せなきゃいけなかったのかって、まあとにかくね、あのアメリカなんかまださ、いいから気分が良ければさ、でも通してくれた、その人は機嫌次第、そう機嫌次第なんですよね。でもさ、前にそれの真似して、その話を聞いて自分もって真似して強制送還になっちゃった人いたの、いろいろそういうのもいる、だからみんな真似しないで、だから俺ピッキングツールの場合もさ、要するにさ、絶対機内持ち込みって多分ダメだと思ったんだ、だけどまあ俺だったらいけるかなと思ったんだけど、今回そういう事件があったんで送っちゃおうと ね、まあそれが一番いいと、捕まったら意味ねえからな、イベントでも中止になっちゃうから、別に日本なんかもうそういう意味ではあの未練はないんだけどね、やっぱそうだと思います、ビザが取れなかったら、ね、はいはい、まあね、あの、皆さん、あの届いて、一応牧田さんとことうちのおふくろのところに送ったんで、届いたら皆さんで盛大にあのお祝いしてください、無事に届くといいな、届かないと1つ200ドルの、だからトータル400ドルの、要するに保険が入ってるんで一応ね、まあ、ただほらそれなんか調べてこれダメとか言われないかな、向こうで、いやそれはないと思う、だって分かんないから、結局レントゲンだけだから、レントゲンの
マジックトリックだから大丈夫ということで、また来週ですね。はい、それではさよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。